山宏のピカイチラジオ。さ、あ金曜日の夜九時になりました。皆さん、こんばんは山宏です。こんばんは吉本新喜劇のスッチーです。こんばんはアナウンサーの古川恵子です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。仲良く一緒にね、はい、お送りしましょう一時間。本当にします。なんかあったみたいじゃないか。仲いいですよ。仲いいですよ。何も問題もない。そうですね。声あらげることなく。 やっていやこれほん僕らのことじゃないんでちょっといろいろと話をね本番前にしてた延長線上で始まったのでいろいろね喧嘩することもあるよねっていう話聞くよねでも私たち三人は本当にこの9年間仲良くやっておりますよ。それが普通なんですけどねはいさあ ええ今日は、あそうそう、スッチ、あのー、はい、来週、スッチ、お休みじゃないですか、一週、あの一回だけ。な<ん>あそうか、すみません、<laughs> いえいえ、そういう意味じゃなくて、あのちょっと確認、確認な。ほんまやわ。そう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 。ほんまやわって。スケジュールを見ます十二、うん、月二日十二二月2日は朝四時からスペイン戦ですよね。 あそうかだから1日ね1日が深夜時計がまあ2日になって日付で言うと金曜日の朝ですからねこれがあるからや見るの4時とか見ますよ私だからき一回寝て起きてしようかな僕ねそれがなかなか自信ないんですよさっっき寝ててと思 そのまま朝まで寝てもうとかでも一応ね仕事あるから10時に会社ごなあかんし寝ておきます僕はもうずっと起きてますそういう場合はそうですか寝てしまうからいやたまに僕起きてても別のを見てたりする何でやねん何のために起きてたかいやただただ起きててとかほんなど同一線見てなかったもん見てないですあら起きてた起きてたんですよ起きてるよね時は要その 携帯とかでこうちらっと見て、うん、あだまだゼ0ゼやなとかで、えー、ご飯食べてで車乗ってつけて、うん、ほんならあれなんかダイジェストやってる買ってるやんみたいな <laughs>、うん、ええー、みたいな負けてる状況は途中経過では見ないあゼロゼロのまんまでそのままほったらかし笑ってみたら買ってたえっっ はね、はい、さほどそんだから日頃から,日頃からそこまでの人も、うん、いや正直ねワールドカップはもうやんねやんぐらいの感覚やったんですけ、はい、昔ってそのワールドカップに日本が。 出場することがすごかったじゃないですか、はい、出れんのか出れないのか自体が、ね、で、うん、うわー盛り上がっていって、うん、どっかでもう日本ってワールドカップも出れるもんや当たり前にね当たり前だからすごいことじゃないですか <laughs>、えー、で、ちょっと慣れてきて、うん そんなにワールドカップねもちろんサッカー大好きな人たちは盛り上がってるけど自分の中で多分こういう方多いと思うんですよ。ワールドカップなんやぐらいの人があの初戦のドイツに勝ったことでみんなバッと注目したじゃないですかだからまた盛り上がんねやろうなと思って盛り上がるやろね何回も優勝してる国だけにね相手が。 だから戦前の、まあ、予想というか、うん、あの専門家の人たちも、うん、勝つって言い切ってる人ってやっぱいなかったよね<ー>なかなか。なんとか引き分けに持ち込んであれ引き分けたら勝ち点1なんですょね。はい、それでその後にまたかけようみたいなニュアンスがあったのが、はい、逆転でしかも勝つって初めてらしいですね。す まあなかなかサッカーをそんなに詳しく知らないんだ、はい、詳しいか詳しくないかでいうと、うん、サッカー自体あんま分かんんまかないんですよ昨日も途中で戦術を変えてファイブバックにしたのがとても成功したとか言われて、うん、あそうやったんやと <laughs> 思うんですけど、うんうん、なんか先週のね今 YouTube でホテルでなんか。 みんなで喋ってるとかそう割とプライベートなところを追いかけてるのを出してるんですよ。で<ー>それを見るのがすごい好きで<ー>練習前みんなで喋ってるのとか<ー>移動中にちょっとインタビューしたら。 楽しそうに答えてるのとかそういうちょっとプライベートビデオみたいなのずっと見てるんで選手一人一人のことをすごいファンになってるので近しい関係で一ね、普段見てるとねそうなんですよホテルでみんなでご飯食べてるとことかそんなが今見られるんであれなんかホテルであれ日本は日本で専属の料理人の一緒に行って西さんっていう総料理長の六十歳の人がもうずっと日本チームの そのお世話しててて作っっるんや絵を、うん、考えて栄養考えて、うん、この人にみんな本当にこう頼りきってるっていうか、うん、その人がいないとやっぱダメやってことになってるみたいで,ーでワールドカップ今の,その、まあ、今大会出場を決めるワールドカップで決めた時に監督選手戻ってくるじゃないですか、うん、で森保監督にその西さんが「おめでとうございます」って言ったら、うん、あの温厚な監督ね、うん、森保さんが「うん 初めて怒ったんだって、うん、何が「おめでとう」って「いやそんな他人行儀なあ言うて「うん、僕ら一緒やん!」っていう、うん、まあだから一員じゃないかあなたも、はあ、チームやとそう、はあ、お世話してもらってるっていうよりも一緒に戦ってるんやっていう感覚でんか<ー>そんなん聞くだけでも熱いな、うん、泣けてきますね、うん、泣けてきますね、うんうん んの話ワールドカップそんな得意じゃないのにワールドカップの話になっちゃって一応今の旬の話題かなと思ってそうですだから12月の来週はその日にスッチさんはいない仕事でお休みじゃないですかで代わりに兵頭大輝さんがまたピンチヒッターで来てくれるんですけどだから何言いたかったかっていうとここにちょっと用意してもらったんですけどまだこれ中間発表ですけどええ 山宏の髪の具合っていうことでサッシを今作ってもらったのでこれちょっとお配りしたいと思います。ちょっとアクリルアクリル板越しにまだ開けないでまだ開けないでちょっと僕確認しま山宏さんの髪の具合って書いてます。だけ書いて一枚目ね。こ表紙ですね。じゃあまず。 表紙一枚めくってください。うわすごいな。<laughs> い真上から見たハゲ。山のてっぺんから見て綺麗に光ってますね。白髪と白髪混じり。じで黒い毛も含めて数えられますね。うはい、そうですね。だからあのつるつるだと思ってるけど、まあフォアとはあるんですね。ありますね。ちょっと。ちょっと。これがまあ三メートルから五メートル離れたら。 何も見えないですね。いいそうですね。うん、これ9月の15日にはい家で上から <laughs> どうやって撮ったんですかこれ,これは多分取<上>ってもらったやと思います。そうですね両手おらしますもんね。ねえー、はい。 うちの奥さんに撮ってもらってんと思いますけど何撮らされてんの思ったでしょうね顔一切なく頭のてっぺんから何が楽しいってゲ上から撮らなあかんねんなんちゅうこと言うねんそのままだ5分前に楽しいやろうなって言って奥様はそう思ったんじゃないだろうかという予想です予想想像ねそんなことはないですそんな何撮らされてんと思いながら撮ってませんからちゃんと説明しましたからこれは あることを始めた時の頭です。今11月の今日は24日、まあ放送で25日。ですから2ヶ月と10日経ちました。もう一回めくってください。じゃじゃん。うわ嘘。これ嘘やろ。髪の毛の流れが。え嘘やろ。じゃじゃ本前。髪の毛の流れができてる。怖。赤ちゃんにも見える。 あ赤ちゃん2歳2歳とかのこう生まれたてでちょっと生えてきたかなぐらいのうわすごいめっちゃ生えてる生えてるでしょ髪のが髪が流れてるホんまや台風とかこうバっとなる時のこう風の流れ連続写真みたいなにも見えるですよねいえこんな生えんの え、えー、ハゲじゃないやんもう<お>これいや <laughs> いやそっちお言ったハゲやって <laughs> ええー、でもこの写真だけやったら <laughs> うんそうですね髪の毛ですよね十分びっくりしたこの写真見て僕とはなかなか思わないですよね なんか割り箸みたいないっぱい掘ってるんです誰が割り箸やんこれは薪ストーブの焼き付け用の細かい木んどこ見てんねえ。割り箸めっちゃあるやん写真の隅っこにね割り箸めっちゃありますねこれ自分で撮ってんこれは自撮り綺麗に撮れましたねそれも一発オッケーやでこれうまいこと撮ったわと思ってこんな生えんの最初そのまばらに変な感じで生えたらどうしますって言ったけどまんべんなくちゃんと綺麗にね 今のところね。すごい。だから今日は帽子かぶってるんです。帽子取るとこんな感じなんですよ。ハゲやな。え、ハゲやな。いやいや、ハゲちゃう。写真の方がちょっと。写真の方が。君ら何や。ハゲやないって言ったやないか、さっき。ハゲやがな。ハゲやって言うと、僕やハゲやないって言って。真横から見たらね。ちょっとこう。前髪っていうか。確かに。流れはちゃんとある。 できてますうん<ー>でもえげつない反り込み入ってるそれはしゃあないって全体を見ると <laughs> <いや> <laughs> ようそんな笑えるな。<laughs> 鼻,鼻す,ごすごいな鼻鳴らして笑うことで。のどうハゲてるかがよりわかる。 どうハゲまでは全体的にワっとハゲてたけどんやろハゲの途中経過じゃないですけど今これがどん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 ふさふさになっていくのであればハゲる経過の逆をたどっていくっていうのはそうよだからあここはまだないとかどんな感じであのハゲに至ったのかがちょっと見れるなってはいますね。 ちょっと黒い層ができてるのとこれも散髪してすぐなんでまだ数日しか経ってないのでだいぶだから買ってるんですけどこんだけ残ってる上も買ったんですかある程度は揃えますねすごいですね散髪屋さんの記事そんな言うけど散髪屋さんいつもやってくれてる人なのに全然まだ何も言わないんです何にも言わないほんでんか言いかけてん散髪の終わりがあ、気付いたわと思って あさんあだいぶ白髪が目立つようにって何今更言うとんねん <laughs> そ,そんなもんは分かってる話よいやおそらく、うん、変化には気づいて生えてきてるやけども、うん、これ本人にどう伝えるべきか、うん、そうストレートに伝えたらいいんじゃないの、ね、生えてます<も>そのやってることは言ってるんですか 言ってないだからもうちょっと経過もあってだから変に生えてきてますよて「えマジで!」ってなってぬか喜びさせて次なかったら落胆させるから今は口には出せてないということをあれか増えてる気するけどそしたら「増えてる」って言いかけてグッと押し殺して白髪がだいぶていえたのかほんでもうちょっと経過見て。 いや実はもう11月の時点で思ってたんですけどみたいな感じになるんちゃいますなるほどだから何らかの変化があるっていうことには気づいてるそう言われるんですよ。僕は神戸の先生に今見てもらってサプリメントとか処方してもらってるんですけどその人と定期的にメールでやるとしててまずをカットしてくれる人が言うはずなんです違いに気づくはずなんです。 だからあえてそういうのやってるとは言ってないんです、ねうん、いつ向こうから言うかっていういやでもこう写真だけで言うといこの写真はすごいですね、はい、黒いこれはすごいわ、うん、これもうちょっと黒黒となってくるかな、うん、色ですかあ、こ、濃さでもいやだと明らかに写真で比べたら、うん、前も言ったかもしれないんですけど、うん、その9月の中旬からスタートして、うん、あのその時に先生が説明したのは ハゲてるつるつるやけども、うん、毛根は確実にあるはずです。でもなんで山宏さんはずっとそのハゲたつるつるの状態かというと、うん、出てくるのは皆さんと同じように出てくる産毛の段階でも全部自然に取れて抜けていくんです長続きしない。長続きしない。もうないたらもう一日も持たない。<ー>だからもう常に何もない状態が逆を言うと続く。うん、ただそれが長持ちして。 やがてそれが黒になってしかもしっかりした毛になって、うん、皆さんはそうやって髪の毛があるんです息を吹き返したというよりかはもともと生きてたけども、うん、その持続力というか、うん、力が徐々に戻ってきたってことですよね、うん、そうです毛根はあって毛根から出てきてすぐ抜けるんじゃなくって、うんうん、そのままの状態でまあ木で言うと葉っぱが育ってきてるっていう説明を受けて 二ヶ月後のこの写真なのでまあ今の段階ではその先生が言ってる通りにはなってるな触った感じ違うんじゃ違うんですよ毛があるんですよシャリシャリっとするシャリシャリシャリってこうなるんですよこんな感覚はね本当にオーバーではなくて何十年ぶりかですよ何十年ぶりにそこまでちゃんとその毛根が生きてて持久力も 復活したってことですか。そうです、桂取ったのが三十。五歳の終わりなんですよ。ということは、まあ、十五年ぐらい前でしょう。そ。え、あ、じゃ、二十五年。危ない、危ない。五十やらへん。かうすべて私やから。二十五年。ですね。もう二十五年だ。うんや。桂取って。で、その時の映像って、まだカンテレに残ってるじゃないですか。それを見ると。この、今の。 写真皆さんが驚いてる写真よりも濃いです上の方はただ前の方は M 字の完全にハゲになってるので、うん、それに近づいてきてるっていう、うん、僕の中ではもうそこまでいったらもう十分なんですけど、うん、十分なんですかえどういういこと十分でないの <laughs> でも認識としてはハゲじゃないですかそれやと。 あのそうあのカテゴリー分けで言うとハゲ,ハゲ十分ハゲなんです、ね、十分とか言うなハゲでええや普通のなんか,かハゲの世界からもう飛び出すのかそその集合体から離れたいのかどこまで目指すのいやいやいやそれはしたくないですよ。ほう そんんなハゲの中で「あ俺あいつよりはハゲてないわ」って言うだけやったら僕ダメや思いますよだって帽子脱いだ瞬間全員が持ったと思うわハゲ取れないかこれハゲ取るよだからハゲ取るハゲはハゲやってだけどそれもよう見てもハゲやんかいやこれに関してはこの写真はねハゲじゃないもん薄いなぐらいでそうですね見えてるけど 髪の毛の流れがありますよね、うんす。これ一緒やで、ね、これ。 で多分これ散髪する前でしょいや散髪する後やねんってこれもこれとこれ一緒やねん一緒見て僕の頭と比較して見て光の具合かあでもそうやって見るとやっぱ毛めっちゃあるわあるんですよめっちゃあるわでもハゲやねんうるさいなハゲは何回用意んや分かるそれはないところから言うからうわあなってるけどそこ以上いかんといや俺ハゲでええねん言われたらごめんなさい もう一回ちょっと言い直させてもらえる。ハゲでいいねんっていうよりは、あの M の形はもうこれで、いいだから M の反り込みの部分までハゲあの生えようとは思わないです。じゃそこは生えないんですか。分からん。今もそうですね。M のところ生えてない。生えてないんですよ。なかなかの M ですよ。それ何が。深めのね。い深い。深いよ深い。でもな M の形がちゃんと。 その M になる毛で、うん、毛で M になるとまた印象も違う,う、うん。まあまあ違いますよね。僕はそこでいいね。うん？んその時点でいいねん。えー、M でいいんですか？M でいいよ。今の横の濃さぐらいのこう全体 M。さあ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 全体にね。<ー>うん。ええ。 ごご不満そうですね、うん、えなんで僕のことですっちーが極満になるのよ <laughs> いやもっともっと上を目指してはんのかなって僕は思ったんですよ<ー>いや大概上よ僕らから言わせたら「<laughs> 毛」で M 字がちゃんと分かるっていうのは大概上、うんうん、でもハゲでしょそのでもとか「十分」とかっていうのは <laughs> わざわざ言わなくていいけどいやーもっといきましょうよいやいやいいわそれは困る 困る、うん、毛がしっかりしすぎてたくさん生えて、うん、密林になって、うん、えもうヘアスタイルをどうしたらいいかが分かんないですよ。ももうこれが僕の頭なんだもんだですから先生は言うんですけど、うん、あの神戸の先生が、はい、でその時に僕はどういうものを。あのー サプリメントそれから塗り薬え、うん、どういったものを使ってるかっていうのはちゃんともう一回聞いて、うん、でその効能とかも聞いて、はい、もちろん個人差はあるし全員とは言わないんですけど、うん、こういう結果になりましたっていうのを言う時は来ると思います、うん、で今はまだ中間報告ですちょっとハゲ慣れしすぎたんですよねハゲ慣れハゲ慣れしすぎたから、うん、そのもうここでいいんだよ十分だよっていうのは多分これが あの若くしてハゲ始めて嫌、うん、だよなもっと昔みたいに髪の毛欲しいなって思う方からするともう全く通過点どころかまだまだ序の口で、うんまあね、またふさふさに戻りたいって、うん、やっぱりなると思うんですよ、はい、でももうハゲになれすぎでもて <laughs> ハゲで儲けてもうたからそれはいなめないでしょ <laughs> あらもう言うたらもう講演会とかでもふさふさなってもうたらできへんネタも増えてくるからな,なんでわかるんだよそんなちょっと待てよそんな具体的に言うけどその通りやだから完全にハゲと手切れない体もなってしまっいやいやもうやめろそういう言い方 <laughs> 仲良くはないよ別にハゲとでそんなこと言い出したらだいたいハゲって誰やねん<い>や <laughs> ハゲの仲間たちからまた裏切りもんかなりますよ <laughs> ずらとった時もそういうふうに見られてたんや <laughs>、うん、仲間たちからは「あ,そあいつだけが取りやがってって思われてたんよなりますよだからいいやんこれでおもうあと M の字が浮,き、うん、浮かび上がってくるぐらいで、うん、ハゲはハゲやねんからだからなハゲ仲間の中でも本当にもう一度ふさふさに戻りたいって思ってる人たちからすると、うん、なんやそこで宴えんかいって。 結局お前はハゲを愛しとんねやないかいとだからハゲいじられた時に「おいやめー言うてんのはなんやねんみたいなことにハゲたちはなるほどすっち俺はほんだらどう転がっても誰かに裏切り者呼ばわりされるう、はい、そうですねこんなことしてるからかうんでもねいちるの望みっていうかねういやすごいですよすごいと思うんですよん正直な話はい 僕サプリを1日20錠飲んでますよ大変やなはいでもこんなんで結果ちゃんと生えてきたとかなんかすごい変わったって見たことないから否定すんのも違うしその時代ではなくて「あ頑張ってくださいね」とは言うてたけどこの写真正直ほんまに驚いたこれは変わりましたね本当に変わりました そうなったら最初20錠のサプリメントって本当に1日かけて飲むのも大変な思いしてたやんだけど、うんうん、この写真見たらもう5錠, <laughs> 5錠6錠いっぺんに「こわ!」って何歩でもいける。<laughs> 持っていったねと思ってそれ以外の変化は大丈夫なんですかあのですね腕とか僕腕とか足とかもほとんど毛なかったんですけどまあちょっとよう分からんかなちょっとふわっとしたものに覆われてき始めてるんですよ腕も全くなかったんで腕の毛なんてそんなんかあれ黒いの出てきてるぞっていう感じでこのすねとか今までなかったんで。 そうやってちゃんと分かるぐらいってすごいですねそうなんですよ肉眼で分かるぐらい<ー>で自分であ自分の腕じゃないみたいとか 自分のの足じゃなないいみたいっっってててちょっとなってきてるので心配してたあの水玉になるとかはなくね<え>そんなん心配とか言ったらスチだっけ。まあ、<laughs> いや分からんやんって思ってたんですけど、うん、ちゃんとそのなんとなく今聞いてて説明をね、うん、毛根が死んでたわけじゃないって僕は死んでたものが何らかの要素でよみがえる、うん、ほんならよみがえる部分とよみがえらへん部分も出てくるやろうな、うん、それが変な模様になったらきついなと思ったんですけど、うんはい、そうじゃないです、ね、そうじゃないです ですね、今までも全体的に生きてたものの持久力を上げるとげから、うんはい、上,げ上がってきてると僕は思ってるし、うんえー、一つの目処としてはまあ年明け、うん、先生が言うにはまあ来年の2月ぐらいになるとまあみんながあってなると思うんですよねってこのペースで増えたらねはい一応中間報告でいやご報告までさせていただきたいと。<laughs> 世の中から、ほんなら、何年かしたら、ハゲはなくなっていくのかもしれん。丁寧。そうにですね。ねうん、まあ、でも、選べますからね。あ、そう、僕も、今日サプリメント全部やめたら、また戻るんですよ、9月に。うん、戻るんですか。戻ります。戻ります。それ戻ります。<ー>逆に言うと、飲み続けないと結できない。飲み続けない。そうです。塗り続けないと、飲み続けないと。となるほど。はい。そっか、大変やな、どっちにしろ。<laughs> うん <laughs> まあどう流れていくか。飲むか抜けるかでしょ。え、うん、飲むか抜けるか。そんな T シャツ作ってください英語で書いて。<laughs> 飲むか,抜け,か抜けるか。もう英語やったらなんかなんとなくぽくなるんちゃいます。ちょっと大腰に頼んで <laughs> 横文字にしてもらおう。心のいい感じで。すごい。 失礼しました。中間報告でございます。中間報告どころかも驚きでしかないわ、うん。最終じゃないからね。でも、これ、はあ、まだ途中です、ね。まだ途中ですから。うん、うん、うん、期待 <laughs>、はあ。ありがとうございます。はい。各コーナー、今日もございます。怒りの投稿、街中、モンスターハンターでは、皆さんが街中で目撃して腹立たしいモンスターの報告をお待ちしています。 そして山本社交クラブ皆さんの恋の話教えてくださいピカイチ価値観調査これどやねんでは皆さんがこれどやねんと思うことを寄せください私たち3人はどう思うかお答えいたしますメッセージをご紹介した方には薄い頭と薄い生地でできた山広バッグをプレゼントしています山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には山広さんの直筆応援メッセージリクオカードをプレゼントしています 送ってこられると何かと困るという方は、自体希望と書いておいていただければお送りしませんのでご安心ください。メッセージの宛先は、メールの方は、yama-mbs1179.com、yama-mbs1179.com、m com, ファックスは大阪06-6809-9090、 大阪零六六八零九の九零九零です。番組の公式ツイッターアットマーク山一一七九。公式フェイスブックも見てみてください。皆さんのメッセージお待ちしています。怒りの投稿街中モンスターハンター。モンスターペアレントにモンスターペイシェントさらにはモンスターおばちゃんまで。現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没しています。 そこで皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動をとるモンスターたちを報告していただきます特命特住所さんが見つけたモンスターですはい。子どもが小児科へ行っていろいろ検査してもらい結果を聞きに行く人が再検査の日とかややこしくなってきたので確認のために小児科に電話をしました、うん、受付の人が こののの電話のせいいででで今受付で3人の人が待ってるんすすよまままだ何かかありますかと言いました「<laughs> そんな2分も3分も喋っているわけでもなく簡潔に聞いているつもりでしたし受付が1人しかいなくて電話の問い合わせをしながら受付してるなんてことも知りませんでしただったら電話の問い合わせは何時から何時とか折り返し連絡しますとか言ってくれればいいのではないでしょうか」うん。 この電話のせいでって言った時点でねものすごい嫌やね言わんでもせいでって言わんでもあすいませんちょっと今受付込み合ってましてみたいなまあさしたら「分かりましたちょっとまた改めて」とかねできるやん言い方言い方この電話のせいで23人待ってるんですよ 気悪いよな。そもそもやっぱりね、具合悪くって来てる人たちなんだから、温かく接してほしいですよね。そう。うん、向こうはどこも悪ないかしらんけど。まあ、受付の人は元気か知りませんけど。うん、心配でね、うん、病院行ってるのに。 弱ってる時に言われたら腹立つことって一生忘れへんからな, <laughs> なおさらねうそういう状況の時ってねこっちが別にこうどこも悪くないまあ調子のいい時やったらさほどな気にならへんかもしらんけどんしんんどくてて言ってんねんもんねんだから、はい、僕前言ったように、はい、薬もしんどいのに、うん、もうまた聞かれるの嫌やねん。 処方 <laughs> された時に、うん、あそれはあの確認なんでね間違えないせ、ね、んのあかんのかあれは <laughs> ダメなんですよ <laughs> なんかねそういう仕事やのに受付とかってそうやな優しくするのがね<え>、うん、桜石のチョモランマさんが見つけたモンスターです<い>お昼ご飯を 食べた時の話です店の前に名物と見られる丼のポスターが貼ってあり、うん、それを見て同僚と美味しそうだし今日はここにしようと入ったんです、うん、注文して間もなく店員さんが持ってきてくれたのを見て明らかに違和感、うん、写真の丼には煮卵の横にメンマがたくさん盛り付けられているのに、うん、メンマが乗っているだろう場所にはみずみずしい水菜が、うん、店員さんに「 メンマ乗ってないですよね」と伝えると奥から店長らしきおっさんが「メンマ切らしてるんです」の一言だけ「いやいやこれ看板メニューちゃうん、うん、ピークを過ぎた時間に行ってるわけでもなく12時過ぎて切らしてるって何やねん、うん、ないならないで注文聞いた時に言うてや、うん、650円やから我慢したけど普通金払わんレベルやで店出て看板メニューの写真をもう一度見たら もうやみつき一度食べたらやめられないだって他二度と食べるかメンマの代わりに何がのって水菜あ水菜全然ちゃうや全然違う水菜何やったらよかったやろ <laughs> メンマの代わりメンマの代わりは難しいですねメンマは食べたいよねメンマはね まあメンマとザーサイは私の中ではちょっと。僕も今、ザーサイやった。ザーサイ、あの桃屋の瓶が浮かびましたけど。ね何、ちょっとじゃ細切りにして。あザーサイね。いや、ほんまに、その、すんません、先に言うてくれたらね。はい。ちょっと切らしてて、ザーサイなる。まあ。注文受けた時ですよね、言うの普通はね。うん。だ、だ、完成はちょっと違うし。完成的にできないですもんね。注文受けて。うん。まあ。 100歩、うん、譲って出した時に「すみません」やったらまだはいそれも腹立つけどね色違いますさっき言うてよてそれはもうさっき言わなあかんレベルやと思うんですよ、うん、でこっちから言わしてしかもなんかその言い方、うん、切らしてますねんですますって、うん、僕もアルバイトですけど、うん、それこそ割と長いことレストランにいたんで、うん、厨房にそんなことなかったよ、うん、例えば麺もなくて 水な出しとけっていうような感覚って分からへんわ。うん、これは例えば、うん、そのそれが出てきてすみませんこれメンマ入ってないいやな,ないから水菜ですねって言われたときにじゃあ僕食べないですは、うんうん、いけるんですかね。うんこれでも何丼でメンマの占めるこう割合というか、うん、まあちょっとメンマ丼じゃないじゃないですか、うん、メンマ丼でメンマじゃなかったら怒るけど。 多分メインの何かな、うん、横にこうあるメンマの割合によりますよねでも嫌いなもんやったとしたらたまらんじゃないですか,とかね食べられない、ね、まああの写真を見て頼もうと思ったいややっぱりオーダーした時に、うん、えっとそのだ誰が注文受けっていうのか分からへんけど、うん、まあ受ける人いるじゃないですか、うん、で受けて、はい「ありがとうございます」って入っていって。うん 僕の経験からしたらそこで「ごめんもうメンマないわ」って言って「ちょっともう代わりに何か代わりのも入れるからそういうのもええか聞いて」って言う方からもう一回来て受付が注文とった人は「すいませんちょっとメンマ切れてるんですよ」って名物丼になってるんけどちょっと内容変わりますけど「いいですか?」ってお嫌いなもんないですか?」とかっていうのがやっぱ普通チゃンそうですね嫌いなもん入ってたらやっぱちょっとでも匂いついてたりとか「嫌やな」もこれ全部嫌やなってなるじゃないですか。なると思う。 水菜を代わりにメンマの代わり水菜は違うわめて漬物センスなさすぎやなザーサイもそうやなしば漬けとかななんかそういうちょっと工夫せんと水菜が悪いって言ってるんじゃないですよこれ種類が違うちょモランマさんの言うのは最もですねだいぶ怒って入りますけど僕も怒りますねこれはね えー、いろんなモンスター情報をおお待ち、えー、お寄せいいいたただきたいと思います今日の一曲なんですけど「彩、はいまあ、広会議」の方で、えー、とテーマが何か共通点がありますっていうことで、えー、募集したら、うんはい、北海道の札幌のにお住まいの金髪のタンクローリードライバーさんっていうラジオネームの人が、はい、あの送ってきて、はいはい、北海道の人やねもう出身も何も、はい、関西が好きで、うんえー、関西の友達もできた いヒロろいろもいつも聞いてるって多分これ聞いてると思うねこれ夜のブーのカイチのカイチ聞いてると思うねほんで何が共通なかなって最初全然話がなんか電話やっても途中でプン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 プってボタン押しての音するしすみません金髪のタンクローリードライバーさボタン押さんといてくださいボタン押してません」とか言って「んかおかしいんだ」っつって「何もしてないの?」って「昭和ノイルコイル師匠みたいなそんな感じでしよう」って言ったらもう言うても確定タイムで4時間なんかの 時表時表前や、ねはあ、もうあかん、もう15秒しかないねんって「ああ」って言ったこれ共通は何やねん」って言ったら「山広さんと一緒にギター弾くこと」って、はいあの「大空と大地の中での、うん、果てしない」ってプチッって切れたよ、はあ <laughs> ギ。ギター弾いて。数秒歌っただけ弾いて、はあ、あのさ <laughs> <laughs> まだちょっとなんかこれからも付き合いあるかなと思って「<laughs> まあおっちゃんの代わりに」って言ったんですけど、うん、本家本元で。 あの聞いていただきたいと思いますえー、金髪のタクシータンクローリードライバーさん一緒に聞いてください <laughs> 松山千春さん大空と大地の中で山本社交クラブさあいきますか今日もはいまずは女性の方ポンコリンコさん、うん、ポンコリンコさん私は三十二歳十年以上ラウンジで働いていました、うん 元彼と別れてすぐに一人目を妊娠していることが判明未婚で産むことを決めて妊娠とともにラウンジもやめました、うん、そして出産後昔から友達だった後に旦那さんになる人と一人目が2か月ごろの時から連絡を取るようになり付き合うことになりましたそれからお金のこともあって少しの間夜の仕事に復活した時に T 君という四十六歳の男性と出会いました。二、うん、人でランチに行くようになり、いろいろな話をしているうちに、会うのが楽しくなってしまいました。うん、T 君はバツイチで、今は結婚して二人の子供がいるそうで、うん、奥さんとは二人目以降はレスだとか、うん、私も彼氏がいて、結婚も考えてはいたけど、なかなか前に進めなくて、など、お互いのいろんな話をしました。うん その後、私が夜の仕事を辞めることになり外でこそこそ会うのも誰かに見られるかもしれないので T 君にマンションを借りてほしいというと、うん、T 君も快諾<え>その次の週にはマンションを借りていました、うん、それからはそのマンションでいろんなプレイを楽しんだり県外へお出かけしたり2人で楽しい時間を過ごしました、うん、T 君はおいしいご飯やいろんなものを私に買ってくれました、うん でも T 君を好きと思う反面、私は結婚したいのに彼氏を裏切っているという気持ちと、子供に申し訳ない気持ちもありました。うん、いろんな気持ちに押しつぶされそうになっている時、彼氏から結婚の話が出て、うん、もうここで逃したら二度と結婚はなさそうだし、何より子供がとっても彼氏に懐いていたので、うん、結婚することに決めました。うん T 君に結婚すると話をしたら私が思っている以上にショックを受けたようですぐにマンションも解約、うん、しかしそれでも会うのをやめられず関係はずるずると続きました、うん、そんなある日私に妊娠が判明、うん、T 君とはその頃何もなかったので間違いなく彼氏との子供です、うん、そして T 君にも妊娠を伝えると、うん、幸せになってねとうるうるしていました T 君ともこれで本当に終わりにしないとと思いながらもそれからも関係を切ることができず妊娠5ヶ月頃まで T 君とは連絡を取っていましたがようやく私から連絡をすることをやめました最後のやり取りも「また連絡するね」でした、うんうん、そして年が明け2人目を出産あれから T 君からは一度も連絡がなくここまで来ています「元気かなどこかでばったり会えないかな」 辛いことがあるたびに T 君に連絡したい気持ちを抑えています結婚もして子供も生まれて幸せなはずなのになぜか心にぽっかりと穴が開いています話も合い楽しい時間を一緒に過ごしてくれた T 君嫌なことがあったら何でも聞いてくれていた T 君私の好きなご飯屋さんを調べては連れて行ってくれたり私の家庭環境やいろんなことを聞いてくれた T 君ちゃんと私を見てくれていました このまま連絡するべきではないのかどうなのかお三人さんのご意見を聞けたらと思いますこの女の人はその、うん、T 君と知り合う前の人とは結婚したの、うん、そしたら幸せになってねって T 君に言われて結婚したんでしょ後に旦那となる後に旦那となった、はい、くだりあった、うん、だから2人目のその旦那さんの子供はが結婚して生まれてるじゃないですか、うん 君君のの子子ななんでしょはいい最初の1人目はさらに前の彼氏の子で2人目は人その結婚相手の人はいその頃 T 君とはそういうのがなかったその頃 T 君とはなかったのか T 君の子じゃないのかはいはいまあここのこのタイミングを逃すとっていうのも大きかったんでしょうねでもやっぱり好きなのは T 君やったんでしょうね君は あの家庭があったんですよね。はい、ありますあります。子供もいました。まあ四十六歳ということは。まあだいぶ年上十。四。はいぐらい上ですね。うんうん、いやもう、どんなことあん方がいいんじゃないですか。うん、そうですね。気持ちはわかりますけどね。そういうなんか心の年上やしよれるし。うんうん、優しいし。 分かってくれてるし。でも。ね、結婚したのであれば。まだ子供ちっちゃいでしょう。だと思います。なん,ん何やろうな、これ。いや、ティ君も、<laughs> はい、もう、あの、ちょっとやっぱり。引いてっていうか。 連絡しない方がいいと思ってるわけでしょ、うん、だからあでも結構ずるずる行きましたからね。うん、でも、ずるずる行ったけど、やっぱもうここはというので。うん、うん。また青根が最後やったけど。<laughs> もうちゃうかなっていうのが。ティーグの中では、もう一つの、もうけじめっていうか、そこで終わろうと思ったん違うの。はいうん、でないと連絡してくると思うよ。うん、うん。うん。まあ、だから、そこは。 そこも優しさだし、うんうん、そこはちゃんとしてるんですかねそうやね、うん、あんまり変なこと言ってこないわけですからそうですね、うん、いい加減な人だったらね、またなんか言ってきますからねそうですね、そのズルズルはまあいつまでも、うん、だって気持ち、を心をもてあそぼうと思ったらもてあそべるでしょう。悪、はいやっちゃったら、うんうん いまあだからい,<ー>いい思い出としてね。した方がいいよやっぱりとりあえず今はあまり、うん、あの旦那さんと子供たちと、ねうん、お子さんもね、うん、いるからよっぽどばったりなんかなんかねすごい偶然とかやったらまあわかるけど、うん、こっちからわざわざ。なくしてまでなっていうのは。うん どうでしょうか。うん、ない方がいいと思いますね。うん、うん、そういうずるずるはあんまり良くないですからね。うん。うん。結婚するとね、決めたのであれば、で一回離れてるのに。うん。うん まあ、わかりますけどね。気持ち悪い。そう、全然書いてないので、どんな方がわかりませんけど、まあ、ちょっとタイプが違うのか。そうですね。ね、別の何かを与えてくれる。引かれるもんなんですかね。ね、うん。だったと思いますよ。まあ、だから。保険で。 連絡先だけいつか連絡しようと握りながら握りながら、ねうん、別にだから削除せんでもいいと思いますよ、はい、それはそんなことまで別にせんでいいと思うんですけどねはいはい <laughs> もう一ついきましょうかはい、はいえー、今度は男性の方ですインフルエンザ予防接種さんですは、うん、はい、はい プロ野球選手の契約公開のニュースが話題となったりしますが我が家でも契約公開交渉が行われました年が明けて1月からの私のお小遣いの額を決める交渉です給料は上がったか 家事を手伝ったか、育児に協力したかという項目を妻からチェックされて金額の交渉をします。なるほど。できるだけ金額を抑えたい妻と金額アップを狙う私。うん、この度の交渉では1時間以上の話し合いの末、<laughs> 現状の3万2千円から2千円アップを勝ち取り、うん、1>, 1月から月に3万4千円の小遣いが支給されます。はい。それでホクホクとはいきません。うん 今支払っているエッジ1回につき2000円が2500円に値上げされたんです。 <え>今平均して月に4回お願いしていますので1回につき500円アップとなると1月からは月々2000円の負担増これでは勝ち取った2000円がちょうど相殺されプラスマイナスゼロに節約のためお願いする回数を減らすか検討中ですとりあえず値上げ前の駆け込みで年内はいっぱいエッチをしたいと思っています。 うんうそうか <laughs> そう、ね、まあ嫁さんとな天皇親子だねありますからこ <laughs>、うん、こはあの山本社長クラブやぞ <laughs> うんなんですか <laughs> いやだからそのちょっとなんか違うち,ゃ、ね、ちょっといますね違うんですよね <laughs> うそうですか。 ちょっとね。ね <laughs> 恋愛が聞きたかったです。うん、また前の話が前の話でちょっとこうドラマを見ているかのように、ねうん。そうですね。ねだからこも順番ですよね。読む順番でしたか。スカみたいに書きましたね。<laughs> いや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 。まあ、だからね、なかなか三万二千円。あ、うん、なかなか厳しいでしょ。多分一日千円ぐらいのことですからね。うんね 厳そうですね何費用使っているお昼ご飯もここから出すのか飲み代も出すのか仕事頑張って家事手伝いとしか言えないですけどねちょっと一ついいですか一回2,000円って簡単に古川さん言いますけど夫婦の間じゃないですかこれが2,000円とかこの値上げ幅よ2,000円が2,500円とかって。 なんなのこれって思えへん。<laughs> 普通ない。それは先上がったんですかね。いや、えっと月明け1月から上がるんですよ。小塚、その交渉の時に同時に。いや、先3万2千2千円アップをちらつかせといて、うん、やったーって読ませといて。あちなみにじゃないですか。いや<ー>あ、そういう意味だから上がるのは同じ時期やと思うんですよ。はい、うん、時期はね。だから年明けからやると思うん、はい。発表がどっちが先かってことですよね。 そうかどっちにしたって完全に嫁さんペースやないからそうでまあでも仲はよろしいし仲はええねん2 0払っても月四回すごいですねまあなですかそれで回数減らしたら何ってことにもなるしなど値上げしてきたやんしゃーないやんっていうだから三回にしときなだからすんだら3人が六千円やな 今まで八千円だったのが六千円で抑えられて、二千円切り詰められる、二千円切り詰めた上に二千アップですから四千円、そうでしょ大変やなこれ、なんでな週に一回やったのが十日に一回になるだけのことやんか、そうし、そうし、もうそうし、もうで、ていうかもう夫婦の健全な話やこれは、これでも二千円を、はい、現金でどこかでやり取り どの時点でどう渡すんですかね終わった後か終わった後ですかいや枕元に最初にポンと置いとくんちゃいます枕元生々しいな教育でみたいな2000円置いとくでってはあ、それが2500円になるわけチャリンと2500円そお釣りとかいうやり取りになってきたらもうややこしいなややこしいそれかもうなんかクーポンみたいなねあったりねなんとか券みたいなね回数券とかはははいいい。うん回数券ちょっと作ってくれて頼んだらどうですか 一万円で四万ね。うん。時々一枚サービスとかなさそうやな。これえ三万二千円やったって最初。三万二千円が三万四千円に。う二千円を上げたけど結局そっちでね。嫁賢い賢いね。嫁賢いわ。仕事頑張れもそれじゃないわ。おうん。そうですね。そこ減らせ言うたらなんかちょっとね夫婦の仲が。 今まで八千円嫁の懐に入ってたんでしょう。これ一万円になるわけでしょう。そうですね。大きいよ。大きいですね。大きすぎるやろ。代理人になろうか。間に入って交渉しますか。ちょっとどうやね。まあ平和ですわな。平和やね。平和。 こんなやりりでできるっていいうのは仲良証拠すよねだから何とでも言えるわこの人にはうんだからこうラジオでも気楽に最初のポンコリンコさんにはなかなか言われへんそうやっぱりいろいろ考えたもんね考えたって珍しくちょっと黙りましたもんねうんインフルエンザ予防接種五百500円アップで中身は変わらないですよ夫婦仲良くね 四回でも五回でも、お好きにどうぞ。もっと増えたりしてね。<laughs> はい、<laughs> えー、以上、山本社交クラブでした。ピカイチカチカン調査、これとやね。まい参りましょう。はい、堺市の堺のきっしゃんさんのどやねんです。はいはい、子供の頃、母親が作ってくれたおにぎりは俵型で、めっちゃ美味しかったです。 今も俵型が好きなんですがコンビニおにぎりなんかは三角形がほとんどですよね皆さんの好きなおにぎりは俵ですか三角ですか A 俵方 B 三角形 C その他いいですか A 俵 B 三角 C その他はい行きましょうかせーの確かに A やな俺は今思い出したそうや家の俵方やったわ 家で食べるのは、うん、お弁当もそれで何か入れてくれてさ、うん。そないそないあのー、人の握ったおにぎりって食べないじゃないあんまり嫌ですねそう思っ母親ぐらいですよね、うん、そう普通に食べれるのっておかんのとか奥さんのとか言うけどやっぱり、うんうん、食べた思い出が今蘇ってきたので、はい 俵やないてなんですか僕はそんなに俵でも三角でもどっちでもいいんですよ。うん、<laughs> であ一番残ってる心に残ってるのが、うん、あの中秋の名月の時に煮物とかおかず作ってそれで何を食べるかっていったらちょっと大きめの 休憩だからソフトボールをちょっと一回りちっちゃくしたような丸のおにぎりに白ごまをわーっとこう周りにあしらった感じでつまり中秋の名月だから全部丸じゃないですか、はい、そのおにぎりが今一番食べたいなって一番心に残ってるなっていうか母親のおにぎりでいうとお母さんがそれをそれうちの母親がその時に晩ご飯でおかしいけどその日のメニューはそれやったんですよ いやもうまた何を生きって話し始めたんやろ思ったけど生き <laughs> ってって何、ね、やねんお母さんやったらよろしいなんかそれをなんかどっかで食べたんでねみたいな。 言っってるんやたら今のはおスッチーのもう完全にも僕に対してこれまた息ってんか喋りだしたぞっていう感覚思いませんでした何で何の話かなと思いて母親の作るおにぎりの話でしょ白ごままぶしね白ごままぶしで白ごまをまぶして白ごまでしょ中秋そうそう月うそ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 う中秋の名月やそう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 そそう じゃあお母さんやったらも全然。はい。お母さんお母さんの話ですよ。ほなよろしは。ないやね。だから C を上げただけなんですよ。いいと思います。すいませんあの言い始めいきって。最後も息切って。申し訳なかったですね。また来週。はいどうも今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。午後はおにぎりはですね。はい。シュシュル名月の次に食べる。

写ってます。そして、これが、ええー、今週の頭に。すごいわ。もうびっくりするり。民の権の流れができてますからね。ね実際見たら、ね、はるやないかってなったんですけどね。<laughs> え、うん、ここ、綺麗に花見者はしてるんでね、うん、ねうん、いや、でも、すごいですね変化。すごいありました。<laughs> こういう写真を、まあ、今、これ、まあ。よそ様に、色くお見せしてる状況だから。はい 多少はあれなんですけど家でこの写真見てるときってめっちゃにやけでてますそれ見ながら酒飲んでそう何杯でもいけるこれはねなかなか革命ですわ自分の中で言ったら実感だって触った実感もあるわけでしょう。ありますねんかんかそうなんかあるんですよたなさわさわっとね ずっと触ってたか。<laughs> <laughs> ええー、まあまだ二ヶ月なんでね、うんえー。これがまた年明けぐらいにね、ど、うん、楽しみな。どこまで見えるかね。終わりますか <laughs> <laughs>。来週そうですね。はいお休みです。すみません。あの兵藤さ,さんが久しぶりに帰る。十二、はい、月ですよもう。 だからこ結構イレギュラーな仕事が入ってくるんじゃないですかいやでも今回はあれと思ってああそこをやるんだと思ってそうですね考えたら年末年始のあれも昔に比べたらいや減りましたね減りましたねやりなこともちょうどこれぐらいからの時期が一番忙しかったんじゃないですか忙しかったですね年末年始特番とかロケとかないなあ 暇にしてます <laughs> まあでももう年末年始ってゆっくりしたいですけどね本当に本当はその,そのまあ我々はその劇場がメインなので、うん、ああそうそうその何もないっていうわけにはいかないですけどバタバタとやっぱり毎年なるのでうん,うんちょっとゆっくりしてもいいんじゃないかなあそうそう結構和やくちゃになるよねうんいろ,い,ろいろ。はいうん、気持ちが晴れないです、ね、もん もう12月なりますけど、うん、10月後半ぐらいからもう気持ちが晴れない常になんか残ってでしょんはいあれ台本せなとかそうやなもうちょっとゆったりとそうですね東京の芸能人の人は、うん、そうですね「紅白」終わったらハワイ行こうかってなもんですけどね、うん、今もそうなるかいやどうでしょうえもっと早いんちゃいますもっと早いに 収録は全部終わって、本当の正月はもう、そもそも。もう、その時点ではもう、なんか海外。え、だから、歌手の人は、紅白歌合戦。あ、まあ、そうですね。でも、タレントさん。それに出ないタレントさんも、早めに終わってるかもしれない。ね正月は、なんか、あるんですか、予定はあ、まあ、劇場か。劇場です、僕は。はい。どうしよう。二四か月に、出ております。あ、二か月。はい。行きましょうか。 ねえなんか発毛で、発毛で金なんか今 <laughs> んか別にっていう <laughs> <え>、なんか面白いやん正月のいやなんか正月気分の人。

お正月の「劇場は楽しいいいよねってう感覚もなののでお正月 NGK」から中継でオープニングは当時の三四師匠と女子アナ二人振り袖来て「うわおめでとういますうまい酒」から始まるみたいなとこまでしたよねありましたね結構ロギワーッと中継来たらみんなおせちは食べて飲んでみたいな まあ、ちょっとそういうのって何位の…やべい、何位のお酒とかそういうのは、もうちょっとね、やめようって言われてね。私、ほんたん、基本かけつも、ちょっともう行くのやめていきますか。すいません。いやいや、仕事してください。たぶん、ガローンと寝て、わざわすっていうだけだと思う。では、私たちまた、3人それぐらいは再来週ですそうですね。はい。では、今日